もも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 でいいですか。いいんじゃない。ももももももです。今日はですね、ゆなさんが登場していただきました。はじめまして、みなさんこんにちは、ゆなです。みなさんおなじみのロコユーさんです。ありがとうございます。あれおなじみなんかな。でもお友達めっちゃ知ってますよ。ガチ本当に。やっほゆなさんはちょっとプライベートでも仲良くさせていただいて、はいはい、そうですね。ちょっと緊張してるんですよ、はい、トーク系はちょっと初めてで、私もなんか喋るのすごい苦手なんですけど、うん、ちょっとやってみようということで、うん、ゆなさんね、話すの上手いので、いやいやそんなことないですよ。練習がてらにやってみる。練習がてら練習がてら失礼だよ。逆に大丈夫そう。練習がてらは失礼だって。カットします。大丈夫、カットするのよ。で、今日は何を話すかというと、はい、恋愛事情です。ももの恋愛気になってる人多いと思うよ。だって私もももって言っていい？外国人とめっちゃキスしてるよ。してないです。国際恋愛って憧れるじゃないですか。多分国際恋愛憧れてる人多いと思うんですけど、憧れるじゃないですか。でその憧れてアメリカに来たんですけど、実際そんなうまくいかなくて。あ、そうだったの。ももは追っかけたいんですけど。え、かわいい。マジで。そうなんだ。そういう人があんまりなんか現れなくて、なんか出会いの場もその追いかけされてくれる人。そうえ、じゃあもものまずタイプ聞きたい。タイプ、うん、じゃあ国際恋愛するとします。まあ何人って決めるのあれかもしれないけど、まあ何人とかある、あったら知りたい。何人がいい。こっち来て気づいたのは、うん、結構アジア人好きなんですよ。アジア人いいよね、わかるよ。白人はただっていうのかしら、かっこいいけど、まあ見た目はその日本人のテンプレとかさ、白人さんのすごい整った顔だったりとか、黒人さんはワイルドでかっこいいとかあるかもしれないけど、なんだかんだアジア人に落ち着くんですよ。そうなんです。性格とか全部含めたら結局なんかアジア人めっちゃ好きで。アジア人でも例えば中国とか韓国の人とこう国際恋愛したいってこと？したいかも。ええー。でもなんか日本人でもいいです。本当に。国際恋愛じゃないですか。何や。確かに。もう終わるやん。本当に間違えた。何間違えたって。終わるよ。何言ってる。でも試したいのは、はい、なんかいろいろなんか人種試したいじゃないですか。知らんよ。どういう系でも食べてこないで知らんから。なるほどね。でもはいろいろそうやって人種試してみたいのね。黒人も、うん、なんか一回ずつ付き合ってみたいみたいな。白人、はいはいはい、韓国人、中国人。あ、いいじゃんいいじゃん。一回ずつ付き合ってみたいっていいね。私ママの好きなとこってさ、めっちゃさなんか冒険してあるじゃん。すごい強いさ。なんか何でもやってみたいな。めっちゃいいじゃん。好奇心結構ある。めっちゃいいと思う。でもそれでなんか自分のさその好みの人って未だに出会えてないの？ないです。何が好みなの？じゃあその別に、まあ、アジア人だとします、うん。じゃあ理想はどういう人がいいの？ママは。理想か。優しくて、はいはいはい、なんかすごい自分に自信持ってる人ちょっと引いてしまう。あ、引くの？私好きってくるのかなって思って待ってたのに引いちゃうの？引きます。内側に自信あるの？ OK。 あー、それ OK。 それ OK で、なんかもうめっちゃ頑張ってる人。あー、なるほど。なんか夢があって、夢に向かって頑張なんか一緒に高め合える人がよくて、はいはいはい、尊敬できる人みたいな。そう、めっちゃそれです。なるほどね。で、年上好きです。年上がいいんだ。そう、だからお兄ちゃんがいるせいか、年上がいいんですよ。喋、りやすいし。でも末っ子っぽいもんね。めっちゃそうですね。末っ子なんですよ。なるほどね。そうなんです。そういう男の人と、まあ、その今までいろんな場所に行ったと思うけど、まだ出会えてないってこと。まだ出会ってないです。ないのか。もう教えてほしいです。どういうこと？出会い方ってこと？出会い方も。あー、なるほどね。ももに合いそうな人。え、しっかりしてる人だったね。そうね。私最初ももと出会った時びっくりしたのが、すっごいふわふわしてんなこの子って。最初ももと仲良くなれないと思ってた。ねえ、なん私共通点がないと思って、その同じ TikTok やってたり YouTube やってたり、うん、めっちゃ尊敬してんの。毎日投稿しててすごいじゃん、うん、留学生とかさたくさんこっち来てて、うん、いろんなことあったけど、もも、うん、みたいに頑張ってる子マジでいないです。一番頑張ってますもも。でこれはガチです。一番頑張ってるんだけど、ね、大好きです。もうすごい尊敬してたけど、内面で性格的に共通点ってあるのかなっていうのは、もう本当に真反対だと思ってたんですよ。私も思ってた。ゆなさんってなんかずっとアクティブみたいな感じだと思ってたんですけど、そんなことなくて、お互いねすごい繊細なことに気づいて。そう、え、なんか最近プライベートでもう会うようになったんですけど、ちょっとずつなんか分かってきて、うん、なんか似てますよね。似てる。意外と似てたの。そう、なんか外面とかは全然違うのに、うん、内面のなんか奥がすごい似てる、うん、似てた。なんか感じ方とか、そう、もものその気になるポイントって、ああバカだなって思いながらすごい共感できるし、私もバカなんだけど、だからあ、すごい共感できるなって思って、だからなんていうのかな、やっぱ年上の人がいいってのはすごくわかる。で、絶対めちゃめちゃ優しい人じゃなきゃいけないんですよね。そうそうそう。
じゃあそのクラブとかでそういうなんか出会いってないの、外国人の出会いとか。私クラブ本当にめっちゃ好きなんですよ。知ってるよ、たまにみんな知ってるよ、みんな知ってるよ。たまに週4くらいで行くんですけど、月曜日からとか。キモっ。違う、まず、あ、なんか中キモとかじゃない、キモいでしょ。普通に歌とか乗るのが好きなんですよ、ウェイウェイみたいな、うん、なんか好きだし、なんか出会いとかも、うん、出会いっていうか友達作りにも行くし、うん、出会いはそんな求めてなかったんですけど、結構まあかっこいい人もいるんですよ、もちろん、うん、まあ、出会いはまあ一応あります。でも今までそんなこれだって人に出会ったことはない。やっぱクラブっていう場所がダメだってことなのかな、それ。でもいい出会い場所だと思うんですけどね。でも私も思うのよ、それは。連絡先とか交換したりする？めっちゃしますよ。マジで？なんかもう会った瞬間インスタ何みたいな言うじゃないですか。めっちゃ交換しないんですか、アメリカ人って。それめっちゃびっくりしました。そう、インスタを交換 しがちなんですよ。確かに、アメリカの人って。それでさ、やりとりとかしないの？します、後日。あ、そうなんだ。なんかももが次会うまでの道のりが疲れるんですよ。すごい、それ決めるのめっちゃ疲れる。そうなんですよ、めっちゃわかる。行くのちょっと嫌になるんですよ。めっちゃわかる。行く前の最初は地獄だよ。そう、本当に好きな人だったら行くのに、うんうん、でも今まで出会ったことないから、その会いたいな、そう、会いたいなって言うんだよ、男の人ってこと。そう、じゃあちゃんまだ現れてないんじゃない？現れてないですよね、おじさん。知らんけどまだ会ってないってこと。おじさんは来てください。でもそれってさ、でもモモのその好きなさのなんていうの条件って、結構やっぱその人の内面めっちゃ深く知らないと。そうです。だったら会わなきゃいけないんじゃない？私もそっち系だから分かるんだけど、あんまりなんていうの、友達から行った方がもしかしたらいいんじゃない？多分そうなんですよ。ただ遊ぶ感じで行った方がいい。なんか恋愛を求めすぎると疲れちゃうよね。疲れます。ダメなんだと思う。いないの、男友達で外国人でちょっといいないいないいなっていうか仲いい人とかいないの？外国人、まあいるけど、うん、でもほんと友達までみたいな。あー、まだそこまで行ってないみたいな。もう結構大人っぽい人がいいだろうね。そう、大人っぽい人も好きなんですよ。なるほどね。どこで出会えるんだろう、そういう人って。ゆなさん、はいはいはい、さんどうやって出会ったんですか？私たちはハワイで幼馴染みたいな。もうほんと14の時とかからし、長い。そうなの。でも前の彼氏とかは、普通にもう出会って多分1ヶ月付き合った人とかいる。なんかアメリカの人って公式的に付き合うまでなんか期間ありますね。あるじゃないですか。それめっちゃ知りたいんですよ。あれは多分私結構今までの彼氏日本人の方が多いんだけど、うんうん、周りめっちゃやっぱアメリカ人と付き合ってるたくさんいるから、うんうん、まずそのトーキング行きますと、うん、トーキングステージでちょっとこうなんかやり取りして、うん、でトーキングステージ、なんかトーキングステージもう普通にチャットしたりとか話したりとか、うん、でちょっとこういい感じになるさ、うん、ちょっと遊びに行ったりとかして、うん、They have a thing っていうんだよね、うん、a thing みたいな。何ですか？あ、これ知ってる？え、なんか単語みたいな。あ、そう、単語じゃない。これなんでさ、こうするか知ってる？なんか、強調みたいな。違うの、これはね、そのね、コーテーションって言って、なんかこう、裏に実は意味がありますよっていう意味なの。そうなんだ。そうなの。たまにありますよね、こうやるよね、これ、アメリカの人。これ結構やるやつなんだけど、裏がありますよみたいな。裏になんかあるらしいです。そう、例えば、あの人いい人だよね、だけど、みたいな。He's a nice person みたいな。おー、he's a nice person。 Nice person。 He's nice みたいな。あー、そう。あ、ちょっと裏ありそう。あ、そう、表情、表情もちょっと分かります。今すごい表情作ってるから、ちょっと分かりますよね。みたいな。っていう感じで使うんだけど、それでなんか、a thing みたいな。なんかちょっと、こう、いい感じだよってなって、多分ここでセックスするんだよね、みんな。a thing とかで一回セックスしたりしなかったりして。それって初めてのデートでやるってこと？しない。その、トーキングステージで、まあ、2、3回デートして、ちょっといい感じになるじゃん。a thing みたいな。で、そこでセックスしたりとか。じゃあ、アメリカだったらセックスの相性を見て付き合うとか。っていう人が多いと思う、多分。そうなんだ。うん、だと思う。だって、私の周りのアメリカ人カップル、だし、まあ、私もそうだし、そのショート付き合った時は最初しました、うん、最初サンプリングして付き合う前に付き合う前にした。そうなんだ。それでさ、なんか面白い。分かった方がよくない？分かった方がいい。だから付き合った時なんか相性悪かったら、そっちの方が辛いじゃん。セックスって大事だからね、マジで。大事大事。めっちゃ大事だ。大事大事。それで相性確かめてから付き合うみたいな。あ、そう。で、そのアティーンでそれをまあ確かめて、告白っていう文化がないのね、アメリカって。ですよね。そう、それなんでって思ってたんですよ。なんか自然と私たちの関係何みたいなのを言い合いするんですか？言い合いって聞かれてるじゃん。なんかちょっと期間空いて、私たちの関係何って気づいてきて、別れて付き合うみたいな感じ。あ、そうだと思うよ、多分。日本だとやっぱ告白するじゃないですか。もう男性から女性に好きだから付き合ってって愛を伝えるけど、こっちではなんか違います、ね、違う、こっちは。こっちは、まあ、もちろんなんか
付き合うっていうか I love you まで行くのにすごいやっぱ時間かかる、うん、なんかそのあるんだけど、でもやっぱその公式的にじゃあ付き合ってくださいみたいなのはないかもしれない、うん、面白い。で結構聞いたのが、その私の友達がじゃあその彼氏と付き合うじゃん、うん、でその人となんか、まあ、自分その子の中でまだ会っていいのステージだったんだって、うん、まあ、なんかいい感じだな、でもどうなんだろうなっていうステージだったの、うん、でもなんかその、まあ、そのいい感じな人と、うん、その人の友達のグループに連れてってもらいます、うん、俺の彼女だよって紹介されて、えみたいな、いつの間に私、お前の彼女になってるみたいな、そういつの間にかなってたみたいな、それっていうケースが結構ある。そうなんだ、面白いよね。じゃあ記念日とかっていうあれはないんですか。いやだからなんか結構適当に決める人多いらしい。決めれるんだ。なんかうん結構いるらしい。日本だとちゃんと決めるじゃん、告白して付き合った日っていうのがアニバーサリーになるんですか。そうだよね。え、こっちだと結構適当決めれるんだ。決めてる人もいる。めっちゃいい。聞いた話だもん。だからサンプリングしていますか。うん、してみて決めればいいんじゃない。黒人、白人、韓国、うん、中国、日本とか、うん、全部攻めたいの。本当に、はい、真剣に試したいのは黒人、ちょっと試してみたい。なんで付き合ってみたいかも。なんか黒人のイメージ、勝手なイメージかもしれないけど、うん、アジア人好きなイメージ。あー、でも確かに思わないですか。意外と黒人さんの方がフレンドリーだった。そうなんですよ、ね、アジア人すごいフレンドリーだなと思って、うん、結構喋りかけてくれるんですよ。確かに、ああいうジャパニーズみたいな、うんうん、あでも確かにそうかも。え、思わないですか、うん、思うですよね。黒人さんって結構なんかさ、その外からの勝手なイメージだけど、こわもてだからさ、そう怖いなって勝手に思ってる。そう思うけど意外とね、優しい。めっちゃ優しい、めっちゃ優しい、めっちゃ内面優しいんですよ、黒人って。めっちゃ優しい。イメージと全然違くて、うん、意外と白人さんの方が結構差別的な人多いなっていうのはめっちゃ感じた。そうそうそう、サバサバしてるし、うん、やっぱその自分たち以外眼中にありませんよっていう人も多いなっていう。そうだから恋愛対象があんまり白人に向かなくて。あ、そうなんだ。そう気づいた。なんか白人にはすごい憧れてきたけど、なんかあんまり違うかもって思って。本当。そう、だからアジア人も性格的に合うし、黒人はすごい優しいし、留学前に思ってたのとは全然変わりましたもん。面白いねそれ。ちょっと探しに行くね。ね、またなんか進展あったら教えて。教えます。本当に今もう恋愛してなくて実は、うん、コメントとかでもなんか彼氏いますかとかすっごい聞かれるんですよ、うん、恋愛事情知りたいですとかも聞かれるけど、うんうんうん、本当になんか言えることなくて。言えることなくて。そうね、ゆなさんも何年でしたっけ住んでた。私15年住んでる。そう、15年も住んでるから、うん、ゆなさんも何でも知ってると思って、あその今日は聞くしかないと思って。そんなことない。そんなことない。ももが恋愛してないのは結構意外だったかもしれない、私も。だから最近は本当にこの子恋愛してないんだなって。追っかける人本当にね、見つけたいです、で募集してます。ももんちの住所は概要欄に貼っとくんでぜひね、あの興味ある方はね、お家まで来て、はい、来てください。恋愛ね、付き合うまでに結構、うん、日本と違うことがあるんで、ちょっと難しいですよね、うん、文化に対応していくのが、うん、結構難しいし、モンならいけるよ、モンは大丈夫。とりあえずもう踏み込んでみることですね。適応能力も高いし、踏み込む馬力もあるじゃん、絶対大丈夫だよ。そう、なんか踏み込むまでに、なんか多分分かる人もいると思うんですけど、うん、行くまでに、うん、なんかすごい勇気いるじゃないですか、うん、ご飯行くまでに勇気いるし、うんうん、それこそ外国人だし、あの言語の壁もあるし、うん、なんか気遣うんですよね自分的に、うん、なんか楽しめるかなとかなるんですよ、うんうんうん、分かる。そう、でも大丈夫だよ、もう絶対もう大丈夫だよ。見つけれる、焦って恋愛するもんじゃないから、それは、うんうん、なんか自然とさ、いたらするし、うん、なかったらしないみたいなっていう、うん、あ、でもね、LA は恋愛難しいってみんな言うかも。何ですか。なんか LA って結構そのアメリカの、例えば他の州に住んでる子とかだと、うん、あのすごい人がすごいフェイクな人が多いっていう。あ、めっちゃ聞いたことある。聞いたことある。なんかスモールトークみたいなのでめっちゃ褒め合うじゃないですか、うんうんうん、I like your shirts とか。あ、そうそうそう、言う。でもそれってなんか本当に持ってんのみたいな。そう、ね、ね、それはあるよね。それからなんかすごいそのコミットメントっていうの、その恋愛に対してもお互いさ、やっぱそのコミットしなきゃさ、恋愛で成り立たないじゃん。コミットするのがすごく怖い人が多いんだって。なるほど。そう、なんかそういうフェイクな人が多いから。あ、ですよね。めっちゃ笑顔で言ってくれるけど本当はなんか、うん、本当のことじゃないみたいな、うん、っていうのはよく聞いたことある。だからなんか恋愛するのは難しいって、難しいで聞いたこともある。ね、恋愛って難しいですね。難しいね。ぶっちゃけアジア人ってモテます？なんかあんま自信ないんですよね。なんかなんかそれってすごく難しいんだけど、アジア人だからモテんのかなとか、なんか人によると思うんで、本当にアジア人が好きって思ってくれてる人もいると思うんだけど、うん、軽く見てる人も絶対いると思うから、なんかその、ますね、そうアジア人だったりなんかちょろいとかめっちゃ言われる。アジア人が比較的言われやすくないですか。うん、言われやすい。
やっぱそのさ、その外国にすごい憧れを持ってる人多いじゃん、アジア人って。どうしてもさ、でそれでこっち来て、でこ結構やっぱみんなちょっと何ふわふわしてるというか、ふわふわしてるさ、あ、じゃあいけるんちゃうみたいな、ってなってる人は確かに多い。日本人と外国人なんかキャーみたいな、可愛いじゃん、なんか日本人って。可愛いし、そう、やっぱアジア人シャイだから話しかけるのですら、緊張するんですよ。緊張するんですよ。緊張するの？めっちゃ。もう緊張してんの？日本人は大丈夫なんですけど、外国人特別な緊張するんですよ。ああ、でもなんかその私もそれこそこの間、あれモモ来てないか、あの日なんかあの何かのパーティーがあって、でモモもさ、その主催のさ黒人さんの人いるじゃん、あの人とかすっごい優しくて、めっちゃ話してくれたんだけど、なんか私が多分すごい気にしいっていうのもあって、今この会話この人楽しんでるのかな、そう、めっちゃ考えるじゃん。めっちゃ考えるそれは。日本人とかって本当それ考えるんですよ。この人楽しんでるかなって、相手の気持ちめっちゃ考えめっちゃ考えますよね。考える、そう、だからこの話面白いかなとかすごい考えちゃう。だからそう、何の話しようとかもすごい考えちゃうから、それめっちゃ分かる。でもそれはさ、多分さ、日本人とさ今まで人生たくさん関わってきてるから、経験があるからじゃない、多分あ、この人大体こういう話しとけば、って言ったらあれかもしれないけど、まあ、多分いけるっしょみたいな、その60点くらいはこの会話取れるでしょみたいな分かるけど、その他の人種の人たちと話した経験ってそんなにないじゃん。そうなんですよ、怖いんですよ話しかけるのが。あ、そうなんだ。でもさ、LA 住んでるとさ、なんとなくあんだけ気強くなるの分かるっしょ。分かりますよ。気強くなる、本当にそう。みんな自分に自信あふれ、てる。まあ自信あるように見せるよね、なくても。そう。そっか、気強くなりますよ、歴代。なるよ、本当に。もう強くなった。なりました。なった。本当よかった。もうネガティブでしたね、ずっと。そうだったんだ。そう。そう、全部ネガティブになりがちだったけど、こっち来たらもう本当みんなポジティブ。確かに確かに。誰にでも話しかけるし、だからもうそれ真似しようと思って過ごしてたら、案外強くなった気がします。すごいよね、そういうところ。みんながさ、できるわけじゃないからさ、留学来て、そういう風にポジティブな人がたくさんいる、だからなんだって人もいるわけだしさ、余計さ、それ比較して自分はこうなのにって苦しんだ子もいる中で、でもやっぱ文化に馴染まないとやってけないなって思って。すごいたくましい、本当に馴染まないと本当に、もう最初もう馴染むのに必死で必死で、もう毎日やってました。どんだけ大変でも、もう馴染むことに必死に。こんな感じで今恋愛とかいろんな悩みとかについて話してたんですけど、ゆなさんも15年も住んでるので的確なアドバイスをいただきました。適当やな、お前のコメントマジで本当適当や。これからももは YouTube 頑張ってくんだよね。 YouTube も頑張るし、恋愛も頑張ってやる。いっぱいサンプリングしていろんなところ、またゆなさんにアドバイスをいっぱいもらおうと思います。いっぱい、まあ私でよかった。はい、またよろしくお願いします。ゆなさん、あ、私はい、皆さんご視聴、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。では一緒に